グリさん、見てくんで。そんなとこ玄関で寝ら、あ、ちょ。グリちゃん、最近気に入ってんな、そこ。見てくんで。バイバイ。じいさん、今日は天気がいいから機嫌がいいんだ。何でも言ってみろ。おう、そうか。死刑だ。好きな言葉は種もみ。どうも、なにわのひめくです。いつもありがとうございます。はい、いつものお店にやってきまして、実践第20、いや、第30弾か。ああ、もう振り返ると結構来ましたね。これで丸々稼働30回目っていうことですね。ちなみにですね、本日は10月1日で、9月までの、戦果をご報告させていただきますと、9月プラス約5000枚弱ですね。これディスクアップでは、どれぐらいかな、プラス1000枚ぐらい違うかな。あとはもう北斗無双ですね。ディスクアップはほぼ理論値通りじゃないでしょうか。100%とかじゃないかな、多分101%とか、なんかそんぐらいちゃうかな、分からんけど。北斗無双はやっぱり20以上回る台、先月3回ぐらいしか座ってないんですけど、やっぱりまあまあボーダーがね、あれ、まあ、たまたま当たってくれて、レイチャンしてくれたっていうのもあれですけども、やっぱり北斗無双甘いなと思います。回るんであればね。まあそんなわけで、先月はなんとかプラスということで、本当良かったです。で、今月もね、もちろんもうガチンコで立ち回っていくんで、まあとは言っても撮影 OK のお店、ここがメインになりますんで、どうしてもやっぱディスクアップになっちゃうでしょうね。まあただ、今月はほら吉宗とか入るじゃないですか。あれは打っていこうと思うんで、懐かしいですよね。今日の作戦はですね、一応特定日のようでして、常連さん情報によれば、まあ、店長が今日は頑張りますというような、意気込みがあったという情報を聞けましたので、まあこういう日こそディスクアップ以外の何かって考えると、やっぱりビーハナになるんですけども、ただまあ抽選受けてないんですよ。抽選時間過ぎちゃってるんで、もしビーハナが空いてたら、まあとりあえずはビーハナ狙いますけれども、前回のビーハナ実践でもひどかったじゃないですか。だからね、ちょっと恐怖症なんですよね。ノーボーナス3万とか5万3000円使ってレギュラー3回しか引けないとか、そういうことも十分ありえるので。まあ引き際をもう早く、もう子役低確率状態スタートやったら、もうすぐにディスクアップに移動しようかなと、アクティブに動きたいなと思っておりますんで。そんなもん5万6万入れてビッグ15回ぐらい引かな分かれへんやんけと。その通りです、その通りですけども、やっぱりいつものお店はね、入ってても5ですし、1台しか入ってないと思うんでね。だからもうスカッたなと思った時点でディスクアップに移動するっていうような形を取りたいと思います。はい、本日も頑張っていきたいと思いますんで、早速この覚醒剤、あ、違う違う、お塩と最強地図で降臨させたいと思います。押す。
Get, get, get.
Thank you.
Ladies and gentlemen. Yeah!
逃げて。
終了ということでお疲れ様でした。まあ自分の中の験担ぎじゃないですけども、やっぱり月初は勝ちたい、なんとか勝てましたんでね、今日は本当良かったですね。まあ振り返ると朝が花火、やっぱりね花火やばいですね。もうあれ1でしょ2とかじゃなくて当たらないですからね。当たってもレギュラーやし、ほんまにここのお店の花火はね気をつけないと、まあ、1台ミスったらもうアウトなんでね、本当にね、あれでも一番被害が少ない状態でやめて、まあそこで見切ってよかったです。結局1台だけこう設定入れてるんかなっていうのがね、自分より先にもう座ってはった人1台だけね出てたんで、まあ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 仕方ないですね。こう設定かどうかは分かんないですけど、あのカチカチ君もやってない人なんでね、もう中身はもう全く分かんないですわ。でまあ早めに見切っていつも通りのディスクアップに座ったのがまあ良かったっていうことですね。設定は1ですけども、まあ、やっぱりディスクアップっていう台はやっぱああいう台なんですよ。ほんと設定ある意味関係なくて、もう運のね引き寄せみたいな、引き寄せの集まりみたいな台なんでね、同色ビッグが弾ける日はこうやって形になる、まああとはタイミングですね。同色ビッグを弾くタイミングでこういう風になるっていう、まあまあディスクアップらしい出方をしました。はい、途中ね本当にじいさんも漏れすぎて、もう一時はどうなるかと、夢の5000枚行くかともう一瞬思いましたけども、まあやっぱりあんな感じです。はい、1回でいいからねこの店でやっぱり5000枚6000枚ってやりたいですね。まあまあ続けていけばいつか出るんじゃないかなと、そういうふうに思います。はい、今日は本当ディスクアップらしい設定位置の出方をお見せすることができて、本当に良かったです。納得しました。もうね朝晩すごい寒いんでね、皆さん風邪などひかないようにお気をつけください。ちょっと寒いですけれども、今からチャリンコで帰りたいと思います。それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。いらっしゃいませ。